伊藤喜八郎伊藤喜八郎7月15日から1977年3月30日は日本の内務警察官僚感染県知事大分県九州郡の上村出身伊藤光一の次男として生まれる第五高等学校を卒業1907年東京帝国大学法科大学法律学科を卒業同年11月 文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、埼玉県属となる。以後、埼玉県警部、富山県事務官、福井県警察部長、宮崎県警察部長、静岡県警察部長、滋賀県内務部長などを経て、福岡県内務部長に就任。1922年9月、篠田寺、直前知事の死去に伴い、富山県知事に就任。 福祉港第2基地工工事東岩瀬港第1期改修工事秘密漁港集築工事などを推進1924年7月静岡県知事に転任伊豆天竜沿岸開発事業行政整理事務の刷新などに尽力1926年9月茨城県知事に転任茨城炭鉱が破産したため苦境に陥った従業員を 炭鉱が大倉工業に譲渡されるまで生活支援を行った。1927年5月、福島県知事に転任。小名浜港築港、道路改修事業などを推進。1928年5月、長崎県知事に転任。1930年8月、知事を辞職。同年に退官した。感謝に狼棚を祭り。 赴任先の著名な神仏だけではなく、出張先の小さな神社なども必ず拝礼して、国運の流星を祈願し、軽神知事として知られていた。ありがとうございます。